デラウェアバレーはアメリカ合衆国先海岸に注ぐデラウェア川が流れる流域を表す言葉であるが様々な商業メディアや広告媒体ではフィラデルフィア都市圏と同義で使われている。地質や地理での厳密な意味ではデラウェア川の主たる流域でありスクーカル川やリーハイ川など主要な支流とその流域まで含むことがある。この広がりは文化面でも当てはまるが 人々の日々の関わりを可能にする物理的な移動距離が遠くなれば、その影響度合いも薄くなる。例えば毎日45分、ないし90分間かけて通勤する多くの人々は、文化的な融合を生み、価値観を共有することになる。本校で扱うデラウェアバレーは、デラウェア側の長席が及ぶ地域にある都市を中心にする経済圏であり、 すなわち、ペンシルベニア州フィラデルフィア市とレディング市、ニュージャージー州カムデン市とトレントン市、デラウェア州ウィルミントン市を中心とする都市圏が含まれる。メリーランド州を含め4州に係るフィラデルフィアレディング、トレントンカムデンウィルミントン大都市圏とほぼ同義である。軍の単位で考えると、ペンシルベニア州東部の数軍、ニュージャージー州西部の数軍、デラウェア州北部の一軍、 メリーランド州北東部の一軍である。2010年国勢調査時点で広域都市圏人口は約710万人以上である。フィラデルフィア市は地域の商業、文化、工業の中心であり、都市圏を取り巻く軍部にも影響を与える大きな勢力圏を維持している。都市圏人口の大多数はメリーランド州以外の3州に住んでいる。大都市圏としては、 人口約600万人であり、アメリカ合衆国内で第6位である。ボストンからワシントン DC まで広がる北東メガロポリスの中では南端に近い。通勤者の流れに基づけば、その労働市場にペンシルベニア州バークス郡を加えてもよく、その場合に人口は約653万人となる。ニールセムのメディア市場評価によると、 フィラデルフィア市のメディア市場はニューヨーク市、ロサンゼルス市、シカゴ市に次いで国内第4位である。ニュージャージー州アレクサンドリアタウンシップにあるデラウェアバレー地域高校、ペンシルベニア州ドイルズタウンタウンシップにあるデラウェアバレーカレッジはこのデラウェアバレーにちなむ命名である同様にニュージャージー州フレンチタウンの今は廃刊になった新聞デラウェアバレーニューズも デラウェアバレーの名を取った例である。デラウェアバレーの地域図つぎの大都市圏は、広域都市圏に含まれている。大都市圏の主要都市は、以下の通りである。フィラデルフィア・カムデン・ウィルミントン大都市圏、レディング、大都市圏、バインランド、ミルビル・ブリッジトン大都市圏、アトランティックシティ・ハモントン、大都市圏、ドーバー大都市圏、オーシャンシティ大都市圏、デラウェアバレーのレナペ、属ンデアンが、 ウェストフィラデルフィアが自分たちの故郷であると主張する、ステッカーレディングターミナルのバセットのアイスクリーム店、デラウェアバレーには多様な人種と民族が住んでいる。アイルランド系アメリカ人、ドイツ系アメリカ人、ウクライナ系アメリカ人、イタリア系アメリカ人、ポーランド系アメリカ人、アフリカ系アメリカ人、アジア系アメリカ人、アルメニア系アメリカ人、アラブ系アメリカ人、 トルコ系アメリカ人がおり、さらにパキスタイ系やイスラエル系までいる。ユダヤ系アメリカ人は様々な民族と宗教の社会がある。またヒスパニック及びラテン系アメリカ人も多い。ヒスパニック系としてプエルトリコ人が圧倒的に多いが、ドミニカ、メキシコの出身者もいる。また西インド諸島出身者も多い。アメリカインディアンは少ないが、ウェストフィラデルフィア地区には、 レニ・レナペ族のレナペホーキングと呼ばれる社会がある。フィラデルフィア市の郊外にはショッピングモールが多く、その中でも大きなものは少なくとも500万平方フィートのオフィススペースと60万平方フィートの小売スペースがある。小売スペースでは国内最大であるキング・オブ・プルシアのキング・オブ・プルシアモールや東海岸では最初の屋内型モールとなったニュージャージー州。 チェリーヒルタウンシップにある、チェリーヒルモールである。モール、オフィスビル、商店街、自動車専用道、住宅地が、うねりのある、丘陵地、農地、森林、湿地に置き換わりつつある。しかし住民や政治家からの開発に対する強い反対もあって、デラウェアバレーでも多くの土地が保護されている。ペンシルベニア州のチェルトナム、ノリスタウン、ジェンキンタウン、 アッパーダービー、ウェストチェスターなど古いタウンシップやボーロは、郊外地に囲まれながらはっきりした特徴のある街を保持している。成長速度が高いのは、チェスター軍、モンゴメリー軍、バックス軍、グロスター軍である。ペンシルベニア州デラウェア軍のアッパーダービーは、国内最大のタウンシップである。フィラデルフィア市以外の主要都市でも、雇用機会が増えていることで、多様な民族がおり、 増加している。ニューヨーク市は約90マイル離れているだけであり、車なら1時間半で行ける。ワシントン DC も約140マイル離れ、車なら2.5時間で移動できる。デラウェアバレーは四季がはっきりしており、降水量も豊富である。フィラデルフィアとニュージャージー州の大半、デラウェア州とメリーランド州のほとんど全部、デラウェア軍の一部、 バックス軍とチェスター軍の最南部は温暖湿潤気候にある。デラウェアバレーの残り部分は夏が暑い湿潤大陸性気候にある。降雪量は年によって大きく変化し、また地域全体でも差がある。地域内のスキー場は2箇所のみである。バークス軍東部にあるベアクリークスキーとレクリエーション地域とモンゴメリー軍中央部のスプリングさんである。 1>, 1月の東温泉摂取3度で温暖湿潤気候と湿潤大陸性気候を分けることができる。バークス軍の高地のみは月間気温がすべて摂取22度以下であり大陸性気候となる。デラウェアバレーはサスケハノック族やレナペ族インディアンの領土だった。彼らの言葉が地域の多くの地名に使われている。1609年にオランダ人がデラウェア湾を探検した後に ニューネーデルラントの一部となった。オランダ人はデラウェア川をツイド川あるいは南の川と呼び、デラウェア川とデラウェアーに沿った土地をニューネーデルラントの南限としていた。1638年、スウェーデン人、フィンランド人、ワロン人が入植をはじめ、ニュースウェーデン植民地の一部になった。これをオランダ帝国が公式に認知したわけではなく、 1655年には支配権を取り戻した。1664年、イングランドがオランダから地域の支配権を取り上げた。デラウェアという名前は、1610年にバージニア植民地のジェームズタウンに到着していた第3代デラ王団尺、トマス・ウェストにちなむものであり、その時は初期開拓者が植民地を放棄しようとしていた時であり、 デラウォー弾尺は北アメリカ大陸におけるイングランドの地方を維持することになった。デラウェアバレーの多くの住民が自動車専用道や鉄道を使ってフィラデルフィア、カムデン、ウィルミントンでの仕事のために通勤している。ある郊外地から別の郊外地への通勤もよくあることであり、キング・オブ・プルシア、ホート・ワシントン、チェリーヒル、プリマス・ミーティングなどの新しい商業中心地に オフィスパークが出現している。フィラデルフィアの30番通り駅、南東ペンシルベニア交通局とアムトラックが利用できる、スクーカル・エクスプレスウェイペンシルベニア州ニュージャージー州、デラウェア州メリーランド州デラウェア側の、橋ベンジャミン・フランクリン橋、フィラデルフィア国際空港ペンシルベニア大学、シティズンズ・バンク・パーク、フィラデルフィア・フィリーズの本拠地滝は、デラウェア・バレーを本拠とする、 プロスポーツチームであるデラウェアバレーでの主要新聞はフィラデルフィアインクワイアラーとフィラデルフィアデイリーニューズの2種である。どちらもフィラデルフィアメディアネットワークが所有している。テレビ局は全国ネットの系列局など8局を主張できる。ラジオ局は多くのものがある。ありがとうございます。